こんにちは、速稼塾の方です。今回またね、立花隆さんがね、天才的なアイデアを出してきました。すごくわかりやすいアイデアです。それは新しい政党を作りますということなんですけども、なんとですね、議席を減らします党ですよね。まあ衆議院、参議院、その他市議会議員といろいろありますけども、その議員の席を減らす党なんですよ。だいたいそういう公約を掲げても議員の数を減らしましょうっていうだけで何も減らないんですけども、今回ですね、すごいのは、まあ、この政党が議員議席を減らします党が当選するじゃないですか。当選したら3ヶ月後に辞めるそうなんですよ。辞めたら1議席確実に減って、まあ補充選挙もない、繰り上げもないということなんで、そのまま1議席減るじゃないですか。いや、こんな分かりやすいところないかなと思います。で、まあ、テストマーケティングしたところ、議席を減らします党ってのが3997票入って、動物愛護党が4399、NHK から国民を守る党が3360と、不登校を考える党が1996で、ハゲ党が522と不人気議席を減らします党っていいですね。当選したら辞めるっていうね、これは分かりやすいですね。で、辞めなかったらもう猛バッシングというね、分かりやすいワンイシューのね、いつもながらの立花隆さんの天才ぶりがここに発揮されてるんじゃなかろうかと思います。まあ、ちなみにですね、必ず1000円儲かります党じゃないですけども、私が今ね、熱心にやってるみんなの銀行っていうアプリがあるんですけども、これすごいですよ。アプリをダウンロードして、ダウンロードした後にプロフィール欄から自分のね、プロフィールに打つときに、まあ免許証がいるんですけども、紹介コードを入れるとね、紹介コード、まあ今動画概要欄にありますから、コピーで貼っていただきたいんですけども、そうするとあなたに1000円入るんですよ。で、翌日にはもう引き出せるんですからね。すごいでしょ。すごいのはこれだけじゃないんですよ。その後、今度は自分の紹介コードが発行されますんで、その紹介コードを今度は紹介した時に、この紹介コードを使ってねってやると、今度は新しくこうやってみんなの銀行のアプリを作った方に1000円入って、自分にも1000円入ると、でマックス30万まで稼げるってことなんですよ。こんな簡単な稼ぎ方も他にないんじゃないかなと思うんですね。まあ自己アフィリエイトなりね、その他の FX とか稼ぎ方、転売、いろいろやってきましたけども、こんなにシンプルで、こんなに早く翌日に入金されるみたいなのね、ちょっと見たことがないですね。キャンペーン中の今だからこそやった方がいいと思います。まあ立花さんも天才なら、みんなの銀行も天才かなというふうに私は思っておりますけどもね。じゃあ、動画概要欄にみんなの銀行の紹介コード等々を貼っときます。それから立花隆さんの議席を減らします等の動画、こちらの方もちょっと下の方にね URL 貼っときますので、どちらもご試しください。それでは失礼します。